市場でたくさん物を買ってきました。さて何を作るでしょうか。お楽しみに。食材を並べまして、使うもの、チーズ、ソーセージ、トマト缶、ほうれん草、ブロッコリー、黒オリーブ、強力粉がなかったんで中力粉、きのこ、ピータン、トマト、ナスビ、ジョゼンタ。はい、今から元ピザ職人のマリがピザ。バイト先がピザやらだっての話。元家具職人兼元ピザ職人のマリが今からピザを作ります。炒めるんだぞよ。全部になる。だいぶ量あるよ。これ多分半玉。他のことに使っていいと思う。今半玉をオリーブオイルたくさんの鍋に入れました。で炒めてください。はい。これはトマトソースを作ってるらしいです。今これ何してんすか。これは生地を作ってます。薄力粉と強力粉、どんぐらいの割合ですか。今回は中力粉150、薄力粉50、ドライイースト 5g、で作りました。作りました。しまった。ヘラがいる。ヘラはヘラです。もうあの炒めるヘラ使ったよね、さっき。あ、黒いヘラ使っております。これはね、こうなっちゃうんですよ、こういうことに。バタースプーンとかあるよ、バターヘラみたいな。これで、しまった。忘れていた、長年のこうなることは予測できたはずなんです。はい。これはオリーブオイルとぬるま湯を入れた状態です。オリーブオイル入れるんや。入れなくてもいいんだけどね。確かピザ屋に入れてなかった。なんで入れたんじゃん。説明にあった高校のレシピ。こうやってもろもろしてる、もろもろしてる。これをだんだんまとめていく。こうやって粉をつけていって、で団子にするんですけど、あんまりこの時点でこねると粘りが出すぎるので、この時点でまとめる感じを。なるほど。まとめていこうぜって感じで。ピザ屋ってチェーンのピザ屋でバイトしてたの？そうだよ、ピザカリフォルニア。ピザカリフォルニア、布じゃなかった、生地から作ってんの？作ってるよ。へえ。もうね、工場とか出来合いをなんか伸ばして焼くだけかと思ってた。クリスピーの生地は工場から来る、でもこの普通のふっくらした生地は作ってるじゃん。へえ。ちゃんと作る機会があって、でもうさ、そのオーナーのおばあちゃんと2人で作るんやけど、嫌やった。細かいよ、このさ、粉もこんな粉も全部ちゃんと使えよみたいな、いいことなんやけど、怖かった。初バイト？そう、17か18の時の初バイトがピザを作るっていう。ピザが好き、食べたかったから。だからただで食べるかなって思って。食べれた？食べれなかった。食べれない。余んないよね。そう、余んない。ピザってね、してから作るからね。もうクリスマスの繁忙期だけ、終わった時にオーナーのおじいちゃんの方が、みんなお疲れ様って言って、好きなの3枚焼いていいよって。3枚も ?1 人3枚そう、全員。あ、全員で3枚ね。みんなで食べるんですね。何味にしようみたいな。LL サイズ作ろうみたいな。こんなでっかいの。めっちゃ食べてます。1年に1回。1年に1回の楽しみ。もう買うしかない。自分で。そうなんや。どんぐらいいたの？1年ぐらい。1年ぐらいいた。辞めれなかった、怖くて。辞めたかったけど、ここにいなかったから、バイトが。バイト、これ出しました。これ、この月安定しないから気をつけて。はい。気をつけながら。これで、結構硬い。さっきのと、状態と比べて、固まったね。そうだね。これを10回こねて、折りたたむみたいな。そうこうしてるうちに玉ねぎができたので、
トマト缶をぶち込みます。コンソメと塩と砂糖をちょっとずつ入れました。ソース完成。そして前のコネコネも完成。完成したぜ。これちょっとあったかくしてあげないといけない。濡れ布巾かけて冷蔵庫だけど。冷蔵庫なんて冷たいよ。発酵させる。ほうれん草をつかむ女マリ。あ1分落ちてる。1分で茹でるらしいです。スタート20秒。20秒。茎をまず20秒。でも水を節約してすごく浅い。うん、果たしてそれでグツグツいってないけど、まだ水大丈夫なんですか。うん、フライング。焦げるんちゃう。あ、いけるかな。いや、入れた入れた。頑張れ。なんか水が足りない。節約しすぎた。これは何分待ったんですか。20分って書いてあったけど、それ以上置いたね。1時間ぐらい置いてある気がする。なんかあったかい。あったかい。発酵が進んであったかい。お、職人が皮を作っております。これで餃子もいけるのかな。へえ、餃子の皮硬そうじゃない。あ、そっか、ダメだね。パリッパリになるか。うん、そうだ、ね、めっちゃ薄くできない多分。あ、イースト菌だからもっちもちになっちゃ う, そう。さて、いよ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 です。じゃーん、トマトソース、トマト、ナス、唐辛子、オリーブ、ピータン、生姜、ネギ、ウィンナー、台湾バジル、ほうれん草のおひたし、きのこ、とあとチーズがあります。はい、はい、やってって感じ。トッピングは任せたぜ。じゃあまずはケチャップですね。トマトソース塗ります。薄くですか。そうですね、多いと溢れ出しちゃうから薄めに。え、うん、いいよ。いい、いいですか。いいですか先生。いいよ師匠。いいよいいよ師匠。いいですか。この感じだ師匠。私まんべんなくが好きなんですけど。あ、もうまんべんなく塗ってください。そこは耳味ついてないで嫌で仕方ない。それはそれはもうその通り。その通り。第1弾はケチャケチャで。ケチャじゃないよそれ。そう、気になる。その、なんだ、視聴者にピザソース。そう、トマトソース。トマトソース。ケチャップとトマトソースの違いなんですか師匠。ケチャップはもっといろいろ入ってるよね。もっといろいろ入ってるね。そう、焼肉のタレと醤油の違いみたいな。そう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 、そう、こんな感じですか。そうです。フルーツが入ってませんけどみたいな。でもトマトソースの方が手がかかってるじゃん。私たちは自分で作ったんですから。そうですね。ただのケチャップではございません。ございませんので、みじん切りをしました。煮詰めて味を引き出してっていう手間をかけた。はい、ケチャしました。はい、じゃあもうあとはお任せですね。普通は何からメインからしていくんですか。ね、下に引くのはまず。そう、ここで先に伝えておきたいと思います。はい、普通のピザ屋ってさ、うん、チーズはあと一番最後なんです、うん、具乗せてからチーズ、うん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 、ダブルチーズっていうものがありましてダブルチーズする場合は一回チーズを先に引いてから具材乗せてもう一回チーズ、もうダブルチーズですか。うん、ダブルチーズ。ダブルチーズのダブルは2種類のチーズってわけではなくじゃないんです。2倍のチーズをする。チーズ多めでお願いしますっていう、意味なんですね。じゃあダブルチーズでいきましょう。結構な
かさ盛りになりそうですけど大丈夫ですか。一回薄く引いて、ちょこっと引いて、いいよ合ってるよ。合ってますか先生、合ってますか。そうそうそう、もうそんなもんでいい。もうそんなもんでいい。もう上にもう一回いくから。あ、分かりました。で、ピーマンとかあったらまずピーマン敷いて、だけど、うん、ピーマンが今回ございません。でも今回はもうフリーだから。フリーダムですね。フリーな感じでいってもらって、まずで1個普通、1個台湾にすれば、え、何2段だよ台湾。今は普通に行く。普通にじゃあソーセージ。あ、でも肉は上からの方が。肉は上から、肉が見えてる。じゃあチエズ。はい、チエズ。ナスビ重なってる。チーズは何と合いますかね。ほうれん草、トマト、チーン言いましたね。チーン、チーン言いました。ほうれん草しますか。はい、おひたし言わないで出しちゃったけど、ワンブー。お、いいよ。これどうします。これどう思います。それはもう食べよう。おいしい。味薄いね、おひたしにしては。薄めにしてあるよ、あのピザに使うからと思って。ほんと、うん、そこで考慮してた。してるよ。でもおひたしにしないの。なんか味あった方がいいのかなってなんか思っちゃった。思っちゃったんですね、うん、ほうれん草はチーズと合いますね。合います。合いますね。ほんで、はい、ほんでソーセージ入れるのか。きのこどうですか。あ、きのこいいんじゃないですか。きのこパラッと、パラッと。きのこ長いな。アンチされた、きのこが。並べ新しいよ、きのこ。きのこですね。いいんじゃないですか。はい、で、もう具はもうね、もういいですか。ソーセージ行くのか行かないのか。でももう結構量が盛りってなってますけど、ね、でこっちソーセージ系にしてはトマトソーセージみたいな。そうだね、うん、じゃあチーズ、はい、このね端にチーズがちゃんと乗ってる方が後で嬉しいよ。嬉しい。焼き上がり、これこぼれないですか。結構ギリギリに、ギリギリを攻めてこれ、このシートからこぼれてこうなったりしません？うん、それはね、時と場合によるあ、もう美味しそう。もう美味しそうです。おお、こぼれそうやわ。あ、この下にアルミホイル引くから、うん、いいのか。もうこんな感じですか。ストップだと思います。もう見えないからね、下の人たちが。オッケー。はい、次。じゃあソーセージと合うものは何ですかね。トマト。トマト。バジルいったら。バジル最後じゃなくて今。あ、最後。チーズ。うん、いいね、また来たチーズ。いいよ。トマトも使ってないの。使ってます。トマトチーズを並べたら結構な分厚さになるよ。トマトこうですか。こうですか。どっちでも。でかっ。多分ですけどね、こう並べたら、うん、ナスがさ、もう上に重なっちゃうから、はい、多分だけど、こういう不規則ギザギザな、ギザギザな、うん、で隙間に違う、隙間にチーズってる、うん、チーズちゃん、うん、いいよ、いいよ、ピザっぽいよ、ピザっぽい、ソーセージ。
隙間を埋めるソーセージ。ずっと見てる。ごめん、いや思い出してて、どうしてたの？いいかな、どうやら。なんかでもこれ太陽っぽいですね、こうやったら。太陽、太陽っぽい、ほらお花みたいな。ファンイエしました。うん、このね、生地が小さいからもっと大きかったらね、いろいろ楽しい。そうなんです。で、緑と何で、バジル、バジル、ネギ、え、チーズからのバジル、バジルからのチーズ、バ、どっちでもいいよ。じゃあバジルしてチーズしてちょいバジルでしょ。おう、すっごい上センターの匂いがすごいすごいすごいし、はい、美味しそう、美味しそ う、イタリアン、イタリアン、よいしゃー、おしっこしゃー。え、おしっこしゃー。違う違う違う、おしっこ、おしっこ、何言ってるんですか先生。だってそう聞こえてしまった。先生、集中してください。耳が、耳がそう辛い。ちょっとあのチーズ少なめです。はいはい、はい、やりました。イエイ、第1弾よっしゃ、準備ができました。あとはもう入れるだけ。第1弾普通のピザシリーズ、ナスとキノコのピザとトマトとナスとソーセージのピザ。バジルも入れる、バジルも入れます。あ、ほうれん草もこっちにありました。焼きます、地獄の炎へ。よ、すごいね、いけるんやね、ギリギリ。先生先に進まないんですけど。あ、分かった、これで引っ張り込む。いいよ、いったんですか、ひえちゃん。ん、今ね、大変なことに気づいたの。何、どうしました？この人が膨らむことを計算してなかった。はい、焼いたら、はい、だから1枚ずつ焼いた。とりあえずやってみません。いや、多分大変なことになるよ、壁にバーン行く。なるほど、うん、じゃあちょっと1回出しますか。先生の調子入ります。はい、 OK です。 OK、 では閉めます。いいじゃん。もうちょっと、あ、もう言えないですね。熱いよ。大丈夫。鍛えてるから。鍛えてるから。たまに手を入れて。何分ですか？これは温度調節はできません。何分って10分？とりあえず10分。とりあえず10分。焼きまーす。はい。どうでしょう。こんな感じです。外から見たら、果たして。果たして。オープン。おー、いいんちゃう？いいんちゃう？いいんじゃない？いいんじゃない？ぽいよ。ぽいね。ちゃんとくるんってなってる、ソーセージが。なってる。じゃあちょっとこれに、これに、押して。おー、ピザや。おいしそう。めっちゃいい匂いする。どうやって切ろう？縦？4分の1 4等分でこう10時、10時 OK。 機材だったらこういうなんかローラーみたいな。そうね、ローラーがねあるよね。お、サクッてた今。お、結構サクサク系かも。サクサク系、中力粉を使ったからかな。いいね、いいね。お腹いっぱいになるのがさ、嫌じゃん。そう、いっぱい食べたいのにね。パンじゃない、私は食べたいのは具なのである。よし、食べよう。うん、なんて素晴らしき午後なのか。もう夕方ですけど。チーズとろんってなるかな。はい、どうだろう、火が通る。はい、ビエ様はじゃあ取って。熱い。伸びそう。あ、切れてないかも。おー、あー、ありがとう。チーズもうちょっといけるな、次。もっと入れてよかった。うんうん。
じゃあ食べて。食べます。はい、熱い熱い。いただきます。これトマトとナスとウインナーとバジル。はい。お、いいよ、豪快に。柔らかい。柔らかいの？うん、美味しい。美味しい。イエーイ。もう少し焼いてもいいかも。パンを？うん。なるほど。もっとカリッとなったかも。もうちょっとやる。あー、それかアルミホイル取ってもう一回焼く。いいかね。うん。焼いてないか大丈夫か。うん、この生地だけをパリッとさせるのに。美味しい。本当。バジルは強い。きつ強い。食べたい。さすが台湾。さすが台湾。乾杯しなくて先に食べてくれ。食べたい気持ちがもう止まらない。うんうんうん、バジル、バジル強いよね、うん、ちょっとしかかけてないのに美味しい。皆さんも使ってみてください。パンは次はパンだけで乾杯。楽しいよね。ワインがあるだけで超楽しい。楽しいよね。続きまして師匠が、師匠それは何をしますか？これはトマトソース。結構入れましたね。入れた。さっきので分かった。結構入れても大丈夫っていうことが分かった。理解した。なんかさ、ピザチェーン店やってさ、うん、薄く伸ばすんや。なぜならコストを下げたい。うん。なんかもう味ねえやみたいな。うん。でも。うん。それが何かっていうと、チーズ。チーズ。これさ、インスタライブした。インスタライブしながらやったらもうちょっとそうやね、これ。面白かったね。うん。次、もっとうまくやれる。次、うまくない方が面白くなってる。そうか。火取れますよ。ベースをいっぱい塗ったからチーズもたくさん。あの人大丈夫？まだまだ、まだまだです。ピーターのことはイエちゃんに任せるね。わかった。じゃあこれはまだ入れてないのはオリーブぐらいですかね。そうだね。じゃあ具を持ってこ習慣。具を持ってこ習慣。持ってこ、ももあ盛る、盛るの盛るね。持っていくの持つじゃなくて、持っていこう。そう、たくさん乗せちゃおう。乗せちゃおう習慣。習慣。え、ピータンどうしよう。ピータンのそのソースが。そう、ベース。わかんない。でも、わかんないやつもトマトしかないからね、現状。ソースできるやつが。醤油塗っとパサパサになるよね、だってね。醤油塗ったら。なんか塗らんと。うん、そう。バター。あ、ピータンとバター？全然思い出せない、何が乗っていたか。マリアージュが生まれるのか。マリアージュ。マリがマリアージュと言っており。新しいピータンとバターという。和風でいこう。ほうれん草とバターって合う？合う合う合う。じゃあバターかな。お、なんか重ね出したぞ。カプレーゼ的な。でも真ん中はナスです。チーズないけど。カプレーゼ。合う。綺麗な、綺麗な感じになりました。あ、チンってなってるけど、もうちょっとの気がする。もうちょい、もうちょいですね。あと5分するかな。もう終わりですか？うん、一回そこで、うん、一回 30? もりもりだから。これにもうバジル、バジルお気に入りになれたんですね。さっきのバジル強かったの。でもバジル強いよね。あ、すごい、なんかそれっぽい、これ入ったら、ね、それっぽくない。さすが黒オリーブ。
さすが輸入のクロリーブ輸入缶詰のクロリーブ。なんだろう、まだいけるどうしよう、ソーセージいく。ああ、美味しそう。隙間をね、ギュッとやっちゃう。そう。ここでそう。限界への挑戦だね。食べるとき大変だね、多分。お箸が必要やね、これでも。箸で食べる系ピザ。もうこれ、ね、これさ、蓋したらさ、あの、なんちゃらになる。なるなる、ほ、ほ。ほ、なんだっけ。違う、フォカッチャじゃなくて。なんだっけ、ね、うん、あるある。これでこう、あるそう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 。そうだね、それでもこんな分厚くないけどね。うちのオーブン奥の方が熱しやすく、手前熱しにくいっていう特徴を持ってるから。そうなの、なるほど。すげえモリモリや。もう厚さがもう10センチぐらいあるの。ピザじゃねえ、もうこれは。こんなちっちゃいのに、こんなちっちゃいのに、ちっちゃいのに。うん、もうこれぐらいにしときやるか。そして最後バジル。最後バジル。このギュッとしたバジルを切ってから。台湾バジルですけどね、普通のバジルとは違います。上センターです。うん、強いよね。強い、主張が激しい。俺ここにいるぜ。美味しそう。チーズモリモリは美味しそうだ。チーズだよね、ピザ食べるって。うん、これでいっか、もう無理だ。限界に来ました。めっちゃ乗せるやん、バジル。さっきちょっと乗せてめっちゃ濃かったね。これだいぶバジルやん。よけよ。よけなくてもいいよ、別に。こんなもんですか。完成。はい、はい、今から、はい、一番お楽しみ。はい、キータンピザ。はい、マヨいきます。マヨで、マヨいきますよ。マヨ、はい、うん、そして、はい、もうピータンかな。もうピータンなんじゃない。チーズいく。ピータン、チーズいこう。チーズいこう。はい、ワインがあるっていいね。ワインがあるっていいね。楽しい。さっき私も言ってるんですよね。やっぱワインがあるっていいね。お酒があるっていいね。なんかふとした時に違うね。違うね。あるかないかで。やっぱりインスタライブ向きやこれは。みんなもやりたくなっちゃうやろな。もうやっちゃいなよ。簡単だから。ね、食材さえ。子供も楽しいよね。楽しいよこれ。で、ピーターン。ピーターン。ピータンとネギと何入れる？台湾が誇るピータンが取り入れる。あえてこれシンプルなんじゃない？あえてね、うん、そうね、私が前食べたピータンピザも、うん、これしか載ってない、うん、ただむちゃくちゃたくさんピータンも載ってない。1個入れちゃう。うん、もう入れちゃう。入れちゃおう。もう1個分です。おー、すごい絵面になっております。黒いピザです。イカスミではございません。からのネギも、うん、たくさんの。おお、もうネギを食べるぐらいの気持ちで。そんな気持ちで。そんな気持ちでいきましょう。すごい、でも美味しそう。からのチーズ？マヨじゃない。これ何刻んであんの？これ生姜。あ、生姜入れてみる？さっぱりするかも。え、嫌だ。いいんじゃない？きのこ。あー、きのこ。うん、やめとこう。うんうん、やっぱシンプルイズベスト。もう一回マヨいって。最高やないですか。さっきとは別の方法から、ね、たこ焼きに見えて。たこ焼きに。ネギたこ焼き。からの。はい、はい、こんな感じですかね。うん、いいよ。いいですかね。は
しみですね。うん、これは楽しみだ。これは楽しみ。これが入るお腹をちょっと用意しとかないといけない。そうね。これ4枚目の予定。もう4枚目まで来てますね。もうすぐ2枚目ができますね。はい。これ4枚目。これ3枚目。マリが後追いチーズしてます。ピータンチーズメギピザ、バジルも乗せちゃった。すごい。あ、ピータンの匂いする。ほんと、うん、する。さあ、チーズデロンってなるんちゃう？なる。あ、ならんかった。ならんかった。後乗せしてした？してない。してないか。美味しそう。で熱いよ、めっちゃ今めちゃめちゃ。実写でいきます。はい、うん、結構チーズある。うん、どうすか、ピータン、どうすか。うん、おいしい。おいしい。おいしい。うん、ピータンとネギと味、うん、喧嘩してないですか。ネギとピータン合う。そう、どうぞ。いきます。うん、おいしい。おいしいよね。これよ、私が食べた。これよね、うん、なんやったらこれの方が味濃いんじゃないですか。食べた私は父ちゃんでピータンピザを。これこんなんだった。こんなんだった。もっとピータン多かったけど。うーん、おいしい。マヨついてた？忘れた。忘れた。忘れたけど、こんな味。マヨでもちょっと多いかなっていう気がするぐらい。ピータンピザ。ちょっと臭みが。ある？ピータンの臭みが。ピータンもちょっと置いとけばよかった？いやでも熱通してるから、うん、これ以上臭みが消えることはないと思う。ああ。